フランスって基本しょぼいいじゃないですか G7 の中でもねいてもいなくてもどっちでもいい意味でね感じじゃないですかでねあの経済力も小さいでも一応まあ一応まあ先進国一応経済大国と言われてますよフランスじゃあフランスが輸出してるものって何です ワインと革製品ですからね。ほら、世界のワイン、フランスワインね、えー。だから日本がフランスから買ってるものって、あの、本当にワインとルイヴィトンなんですよ。もし日本人がルイヴィトン買わなくなったら、あの、フランスは対日貿易赤字に転じるんですよ。たかがルイヴィトンですよ。ルイヴィトンのは言っときますけど、ビニールのカバンですからね。 <laughs> それを日本人がしこしこと買ってるわけでしょ日本人がね、えー、ルイ・ヴィトン買わなくなっただけでフランスは対日貿易赤字に転落するんですよだから本んにねワインとグッチだシャネルだ、まあ、そういったやつルイ・ヴィトンとかそういうやつですよまあカバンですね、まあ、革製品ともチーズなんかほぼないですからねカバンとワインですよ工業製品じゃないんですからね 武田つにチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。本家武田つにチャンネルでは毎週木曜日夜8時、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。